オイブランドの公衆電話、テレマール・ノル・テレステは、ブラジル・リオ・デジャネイロに本社を置く通信事業者である。固定電話においては、ブラジル最大であり、オイブランドで、携帯電話、インターネット事業を展開している。テレマール・ノル・テレステが誕生したのは、テレブラスが分割、民営化された1998年である。民営化の際に、ブラジルで、 最大規模の建設会社であるアンドラードグティエレス、イーニッパーホールディングズ、一般企業、個人投資家が出資する形で設立された。設立当初は、テレマールが許可された業務は、州内における電話事業及びデータサービス業、週間遠距離通話のみであったが、今日では、テレマールは、子会社を通じて、固定電話、週間における電話通話、国際電話、 携帯電話を事業として営んでいる。その結果、2009年現在で固定電話網では2200万人、携帯電話で3100万人、ADSL 回線網において400万人の顧客を抱える。リオデジャネイロ州、ミナスジェライス州、エスピリトサント州、バイイヤ州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブーコ州、パライバ州、リオグランデドノルテ州、ピアウイ州、 セアラー州、マラニョン州、パラー州、アマゾナス州、アマパー州、ロライマ州と、ブラジル国土の65%、2000万世帯に及ぶ。テレマールノルテレステ株式は、ニューヨーク証券取引所とサンパウロ証券取引所に上場している。2006年4月に事業の再構築を開始されており、最初に提示された商号変更は、株主の反対で却下されたものの、 2007年3月1日、展開しているすべての事業を追いブランドに統一した。また、ブラジルテレコムを買収したことにより、ブラジルテレコムが展開していた事業も追事、追いブランドに差し替えられる予定である。テレマールが携帯電話に参入したのは2002年のことである。ブラジル最初の GSM を利用した携帯電話を事業に導入した。テレマールは、 携帯電話のことを一度たりとも、携帯電話と読んだことはなく、常に、おいを使用してきた。2007年には、シムカードを利用した、シムロックの携帯電話の販売に踏み切った。また、サンパウロ市における、GSM 事業の免許を取得し、2007年12月には、サンパウロ州北東部のフランカを除き、3G 事業の免許も取得した。また、アマゾニアセルラーを買収している。 同時期にビーボがミナスジェライス州で携帯電話を展開していたテルミグセルラーを買収している。テレマールがインターネット事業を開始したのは2004年のことである。最初は ISP 回線を利用したものであったが2005年の早い段階でブロードバンド事業に参入した。最初は買収したオイビロックスの DSL 回線のみであったが ブラジルテレコムを買収したことによりターボブランドのまたテレフォニカが展開していたスピーディーブランドをブロードバンド事業で獲得している2008年テレマールはブラジルテレコムの買収に踏み切ったテレマールの買収は法改正を必要としたというのもブラジルにおいての固定電話の免許制度は週単位ではリフられており他の週に本社を構える通信事業者が 他の州の通信事業者を買収することを禁止していたからである。法改正後の2009年1月9日、ブラジルテレコムの買収は完了した。そのことにより、ブラジルテレコムの通信地域では2009年5月19日にプリペイド式携帯電話が使用が可能となった。ありがとうございます。